よろしく頼むぜ。これいいアイディアかも。お出かけお出かけ、こんな動画作れるかも。何作ろう、どれ作ろう。さてどれを使おうかな。いざ油断し、さあ切る。ここも特性を、マティアスさん、冠作ってきましたよ。そうか、ちょっと見せてくれ。うむ、色よし、艶よし。こいつはいい冠だ。これなら親父の冠と比べても遜色ない。いや、むしろ勝ってるな。そっか、よかった。大事なものだから、実は結構緊張してたんだよね。二人で力を合わせながら思いを込めて作った冠だからさ、大事にしてよね、おさま。ああ、一生大事にするよ。くぅ、これでいよいよ逃げられなくなっちまったな。だからマティアスさんなら平気ですってば。絶対いい王様になれますって。そうだな、ただ、いや、なんでもない。こいつは報酬な。ありがとうよ、二人とも。戴冠式楽しみにしてますね。ああ、そうだな。ん、なんだか歯切れが悪いような、気のせいかな。目的地は気の向くままに。朝早くからどうしたんですか。うえー、あと2時間だーめ。ほら目を覚まして、今日は思いっきり楽しむんだから。楽しむ、何して。ふふん、題してバカンスリベンジ。さあさあ早く行くわよ、バカンスバカンス。仕方ない、スーちゃんついていこう。にゃおりゃー、こらえるんしゃ。やりましたね、お返しです。ルーシャちゃん、今のは私に対する宣戦布告と取っていいんだね。え、いや、あの、事故です、事故。問答無用、えいえい、えい。うわ、ちょ、強い、ソフィーさん勢いが強い。味方が増えた、やっちゃえソフィーさん。もにゃ、甘い、ケーキよりも甘々だよ、スーちゃん。戦場では一つの油断が命取り、戦場では一つの油断が命取り、まさにその通りだと思います。スーちゃん、このまま畳みかけよう。よし、任せて、ルーシャ、フィリスさん、覚悟。負けるものか、
私は絶対勝利をつかむ。そんなことはさせないよ。先生として私はフィリスちゃんを倒してみせる。バー、やっぱりバカンスしながら飲むお酒はいいわね。前のバカンスはバカンスじゃないって言われたから改めて誘ってみたけど、みんな楽しんでくれてるみたいでよかった。あー、お酒おいしい。やっぱりバカンスって最高で。お出かけお出かけ。ねえ双子ちゃん、金でできたプニの像って一人暮らしに必要？いるわけないじゃないですか。何に使うんですか一体？私もわかんない。一応もらい物だから必要かなって。いや、用途がわからないものはいらない。ん？一人暮らしって誰がするつもりなんですか？決まってるじゃない、私よ私。ミレイユさんが一人暮らし？本当にできるんですか？できます、できるに決まってます。私を誰だと思ってるのかしら。ブンブン。ああ、でもまたどうして？ほら、私って王位継承権があるでしょ。でも王になるのはマティアスに決まった。継承権がある人間が二人いるとややこしいからね。マティアスが退官したらお城を出るって決めてたの。そんな理由が？ごめんなさい、ミレイユさんじゃ絶対無理だなんて思っちゃって。見せてあげようじゃない、私が一人暮らしできるっていう確たる証拠を。ずいぶん長いメモですね。これは私金星、一人暮らしに最低限必要なものリストよ。どう？完璧でしょ？クリスタルの盾なんていらないですよ。除外。水晶玉なんて何に使うんですか？除外。靴は20足もいらないな。除外。包丁10本もいらないです。除外。あれ、私のリストがどんどん減ってく。おかしいな、10分の1くらいになってるような。そりゃそうですよ、いらないものが多すぎますもん。その割に抜けてるところは抜けてるって。やこのリスト食器が入ってなかったですよ。食器か、そうだ、割れにくい食器って錬金術で作れないかしら。多分市販のものを使っても最初はすぐ割っちゃうと思うし。確かに、わかりました。一人暮らしのお祝いに素敵な食器をお届けします。ええ、あ、ところどころ金箔をあしらってね。それから模様は多分質素な食器になると思うので、そこだけは覚えておいてくださいね。あ、思いついた。さあ行こう。お、アルトさん、眉間にすごいシワ寄ってますよ。お、ほんとだ。跡がついちゃいそうなくらい。
考え事をしてる時の癖だ。放っておいてくれ。昔からよく言われる。昔からなんだ。それで今は何を考えてたんですか？ああ、不思議な絵のことだよ。あ、わかった。アルトさんのことだし、不思議な絵を作っちゃおうなんて考えてたんじゃ。トラウマをえぐるのはやめてくれ。以前同じような構想はあったんだ。だけど忘れもしない。実際に絵を描いた日、あの凄惨な事件が起きた。凄惨な、ごくり、それって一体？笑われた。あ？一緒に研究してた奴に、あなたは絵が下手ですねって笑われたんだ。あいつだって別に絵は上手くないのに、そのせいで心が折れて計画は頓挫。くそ、思い出したら腹が立ってきた。俺の絵のどこが下手だって。落ち着いて、落ち着いてください。アルトさん、一人称まで変わってますから。失礼、取り乱してしまったみたいだね。ああ、絵の中で撮れる材料の特異性についてだよ。絵の世界の材料は現実世界とは似て非なる性質を持っているものが多い。いずれも錬金術には有用なものばかりでね。なるほどなるほど、そうですよね。絵の中の材料を使うと調合がはかどりますもん。あ、それで調べてみたい材料があってね。エテルネピカに咲く種油の花なんだが。種油の花？見たことも聞いたこともないかも。他の錬金術師が見つけたらしいんだけど、報告例が少なくて困ってるんだ。もしよければ君たちも種油の花探しを手伝ってくれないかな。いいですよ。あ、珍しい材料ならソフィーさんとフィリスちゃんにも手伝ってもらいましょう。え、あれ、嫌そうな顔。もしかしてお二人のこと嫌いなんですか？いや、そういうわけじゃないけど、まあ断る理由もないか。そうですよ、そうですよ。それじゃあ、種油の花探しにレッツゴー。さあ、行こう。フィリスさん、フィリスさん、フィリスさん、フィリスさん。うわ、どうしたの？いつにも増して勢いがすごいけど。伺いたいことがあって。フィリスさんっていろんなことができるじゃないですか。それって何か理由があるのかなって。もし秘訣があるなら教えてほしいんですけど。秘訣なんてないよ。ただいろんなことをやってきただけ。ほら、私って旅が好きでしょ。旅の中でたくさんの人にいっぱいものを教わったから。なるほど、旅をしてるうちにいろいろできるようになったってことか。うん、今の私があるのはみんなのおかげだから、みんなへの感謝は忘れないようにしてるの。ってちょっとお説教っぽかったかな。ううん、そんなことないですね。スーちゃん、私たちも旅に出れば。うん、いろんな経験ができるかも。そうだな、私楽器なんかやってみたいな。スーちゃん似合いそう。私は綺麗なお洋服作ってみたい。
をすればきっとできるよ。なんてったって世界は広いからね。やりたいと思ってできないことなんてほとんどないはず。リリー、私今すぐ旅に出たくなってきちゃった。あ、スーちゃんも？私もなの。でも国一番のアトリエになるまでは。うん、そうだ、旅行のガイドブック買い漁ろう。それで旅行した気分になろう。それだ。じゃあ今すぐ本屋さんに行かなくっちゃ。ビリスさん、お話ありがとうございました。二人とも目をキラキラさせちゃって、昔の私もあんな感じだったのかな。お出かけ、お出かけ。お出かけ、お出かけ。フィリスさん、また旅のお話聞かせてもらえませんか？我慢してたんですけど、もうガイドブックじゃダメな体になっちゃって私でよければいくらでも。私もお話しするの好きだしね。やったー、さすがフィリスさん。じゃあ早速お願いします。どのお話がいいかな。空飛ぶお船に乗って空中に浮かぶ島に行ったこと、遺跡で骸骨の魔物と戦ったこと、それとも大きな魔物に連れ去られそうになったこと。うわー、どれも面白そうで選べないや。じゃあ順番に話そうか。まず空飛ぶお船の話だけど、というわけでイルちゃんを辛くも倒した私はソフィー先生と試験で戦うことになったのでした。次回、熱血錬金少女フィリスちゃん最終決戦、先生との戦い。おおー、ノリはよくわからないけど本当に波乱万丈な人生を送ってきたんですね。うん、フィリスさんの旅ってそこらの小説よりよっぽど不思議で面白いですそりゃあ私の大事な思い出だからね。かけがえのない一生の宝物だよ。宝物、うらやましい。私たちも旅をしてそんな思い出作りたい。うん、それもすっごくたーくさん。今回の話はこれでおしまい。ずいぶん長く話しちゃったから、続きはまた今度ね。はーい、楽しみにしてます。それじゃあ帰ろうか、リリー。そうだね、スーちゃん、帰って将来の旅の計画を練らなくちゃ。イリーちゃん、スーちゃん、いつか二人が作る冒険団楽しみにしてるからね。目的地は気の向くままに。どこ行く、どこ行く。ため息をついてる。どうしたんですか？お腹が空いたとか？それとも楽しみにしてたお肉を誰かに食べられちゃったとかですか？二人が私のこと食いしん坊だって思ってるのはよーくわかったよ。